この風車って発電しねえ。とへちねすえあす。開けてみるか。あ、いたぜ。だな、春日一番。あんたは俺を知ってる。でもこっちはほとんどあんたを知らねえ。えらく不公平な気がすんだけど。意外と細かいことを気にするんだな。細けえことはねえよ。普通気になんだろ。じゃあ聞く。俺が誰だか知るのと青木亮が次に何をするか、奴の次の一手が何かって情報、どっちを知りたいんだ。そりゃここに来た目的ってのは一つだよ。分かりゃいい。だが俺からも条件がある。なんだと？お前とお前の仲間たちがその情報を私に値する相手かどうか確かめさせてもらいて。あいにこら拳で人を見るタイプなんでな。そういうのいつもは嫌いじゃねえんだけどよ。やめとかねえか。情報だけ教えてもらえねえか。なぜだ？ここんとこ俺の周りで大事な人間が立て続けに死んでよ。どえらく気が立ってんだ。今の俺は手加減する自信がねえ。あんたをやりかねねえよ。ふん、そりゃちょうどいいな。んだと？ふざけやがって！吐いた唾飲むんじゃねえぞ。お前の欲しがっている宝はこの奥にある。宝の番人は俺だ。手にしたきゃその番人を倒して前に進め。やってやれよ。死ぬ気で来い。行俺の番やるか。叩きなめす。私の番ですね。次は何だ？逃げるなら今のうちだ。やるね。また本気でやってん。やってやるぞ。勝てると思ってるよ。次は何だ？遊んでくんないかな。次は何だ？また本気でやってん。これをほら来いよ。Thank you。よし、いくぞ。次は何だ？遊んでくんない。逃げるなら今のうちだ。次は何だ？次は何だ？なめんなよ。やってやるぞ。次は何だ？逃げるなら今のうちだ。痛い目に遭わせますよ。次は何だ？やんのか。ほら来いよ。かかってきなさい。次は何だ？いねー。俺の番ね。やんねー。なめんなよ。逃げるなら今のうちだぞ。してみろ。次は何だ？全力で。うわっ。こっちも行くぞ。あの野郎、構えを変えやがったが、何の意味だ？やんのか。次は何だ？やるよ。みんな死ぬなよ。回復だ。ありがとうございます。ほら俺の番。私の番ですね。さてまた本気でやってん。やるか。いいね。あ、見てろよ。してみろ。私が相手です。よし、行くぞ。とっておきだ。命を大事に。これでサンキュー。さあ、これは何だ？全力で！うわっ！逃げるなら今のうちだぞ。してみろ。また本気でやってん。痛い目に合わせますよ。次は何だ？やってやるぞ。俺の番だ。な。かかってきなさい。誰がいいか。本気でやって。私の番です。次は何だ？俺の番。こいつだ。勝てると思ってる。私が相手でやるか。次はなんだ？きねえ。痛い目に合わせますよ。とっておき。次はなんだ？サンキュー。してみろ。よし、行くぞ。逃げるなよ。みんな、逃げないよ。回復だ。ありがとうございます。さて、遊んでくんないかな。やんのか。次はなんだよ。また本気でやって。苦しむがいい。上がってきなさい。ほら来いよ。次はなんだ。これ使って。ありがとよ。俺の番ね。見てろよ。逃げるなら今のうちだ。私の番ですね。遊んでくんないか。これをどうぞ。サンキュー。俺の番だな。いいね。よっしゃ、いくぜ。うわっ、次はなんだ？遊んでくんないかな。ほら来いよ。次はなんだ？本気でやってん。やってやるぞ。これをサンキュー。次はなんだ。おい、来た。なめんなよ。遊んでくんないか。とっておき。直してやるからな。ありがとよ。俺の番。次はなんだ。逃げるなら今のうちだぞ。痛い目に合わせますよ。やるか。よし。誰を呼ぶか。私が相手です。勝てると思ってるよ。なんだ、本気でやってる。こいつに決めた。デリバリーよろしく。マジマグロの出しや。あダメじゃん。私の番です。次はなんだ？してみろ。やってやるぞ。やんないね。これをどうぞ。やるから今のだ。見てろよ。ほら来いよ。やってやるぞ。誰がいいか。痛い目に合わせますよ。こいつに決めた。デリバリーよろしく。行くぜ。本気で行かせてもらうで。遊んでくんないかな。次はなんだ。とっておき。ほら、やってください。本気でやってん。やめんなよ。よし、行くぞ。こいつを使え。サンキュー。さて。食え。記念さてしてみろ。全力でやってきなさい。やんのか。とっておきだ。命を大事に。これでありがとうございます。ダメだよ。とっておき。私の番です。また本気でやって。次はなんだ。これを。サンキュー。勝てると思う。俺の番よ。私が相手です。次はなんだ。やるか。俺の番だな。やんのか。次はなんだ。本気でやってん。どう俺の番ね。見てろよ。さてやってやるぞ。本気でやってん。痛い目に合わせますよ。次はなんだ。見せてやるよ。みんな死ぬなよ。回復だ。ありがとう。サンキュー。私の番です。これをどうぞ。サンキュー。次はなんだ。なめんなよ。おい来た。私が相手です。手置き。俺の番。かかってきなさい。次はなんだ。してみろ。痛い目に合わせますよ。これ使って。ありがとうございます。勝てると思った。俺の番だな。とっておきだ。命を大事に。これでサンキュー。サンキュー。ダメだよ。次はなんだ。いいね。うれえ。上気でやってやるぞ。次はなんだ。かかってきなさい。勝てると思う。遊んでくんない。見てろよ。してみろ。私の番ですね。やんない。ほら来いよ。また本気でやってん。次はなんだ。逃げるなら今のうちだ。いいね。焦んでくんないから。よし。さて。次。勝ったな。よっしゃ。テンション上がりますね。強くなったか。やった。よっしゃ。悪くなかったぜ。春日一番。何？こんなもんかよ。もっと来いや。なんださっちゃん。よくもよくも俺の仲間を。大臣の一撃！よっしゃ！てれててててて。1番ちょっとねえ。あええあれドラゴンはドラゴン何言ってんだよお前。ちった頭冷えたか。頭冷えたかってきっちり冷えたやならいい。マジかよ。それだけのために喧嘩ふっかけてきたのかな。お前は頭に血のぼってまっすぐ突き進むだけになってた。敵に勝ちたいんなら考えろ。向こうの気持ちになって次にどんな手を打ってくるか、どんな手を打たれたら相手が一番嫌なのか考えて動け。それがお前自身のためにも仲間のためにもなる。行くぜ。青木亮がこれから何をする気かはっきり見せてやる。いいタイミングで来たな。その人に頼まれていたんだ。異人町でいずれ起きるはずのことを事前に調べたいと。起きるはずのこと？ああ、そのために青木亮にまつわる連中を見つけてほしいとね。必ず何か異変があるはずだと。で、見つかったんだな。ああ、システムのフル稼働にはまだ程遠いが、探し物が限定されていれば網を張ることくらいはできるさ。探し物って殺し屋だよ。異人町の外から入ってくる殺し屋の顔を探していた。殺し屋が異人町？なんで？清流会の会長を殺した犯人は沢城。そしてその命令は青木亮が下していた。その沢城が警察に逮捕されたとあっちゃ。青木にとって生きているだけで目障りな存在だ。いくら警察に黙秘を続けているとしてもな。沢城の頭が目障りだからその殺し屋を使って殺そうってのか。青木亮ならそれをやりかねない。俺の情報源になっている連中はそう言っていた。あなたの情報源というのはフィクサーの残党たちか。昭和を牛耳っていたあの殺し屋探すついでにどうせ俺のことも調べたんだろ。まあな、さすがは伝説の竜と呼ばれ。余計な話は後だ。だがさすが情報通のコミジュルだな。よく探してくれた。まあ、野暮な話をしてしまったか。じゃあ本題に入ろう。ここどこだ？スナック街の裏手。ここからだと川向こうだ。5時間前の映像にいつか見た顔が映っていた。蝶は知っているはずだ。うん？俺も知ってる？オウミの下っ端たちだ。ただし真ん中にいる男は彼らの客らしい。トランクを下げたスーツのやつだ。カメラ切り替えろ。おお、やっぱりわかるよな。ああ、知ってる顔だわ。ミラーフェイスね。ミラーフェイス？え、何？有名人？ああ、有名な殺し屋さん。こいつは殺しの後、現場を事故や自殺に完璧に偽装するんだよ。大っぴらにしたくない殺しの時に呼ばれる男さ。変装も得意で、どんなとこにも目立たずに溶け込める。まさにプロ中のプロだね。そんなのを青木亮が雇ったのか。沢城を狙って。でもどうやって？ああ、沢城は今留置所だ。それを仕留めるには警官にでもなりすまして潜り込むしかない。そんな変装やつなら朝飯前だね。楽勝じゃない？若はまだ知らねえんだ。沢城の頭が自分の本当の父親だってこと教えねえと。教えたところでどうなんだろうな。何？どういうことだ？仮に知っていたとしても、青木亮なら邪魔者は全て切り捨てる。今までの行動を見ているとそんな気がするね。沢城の頭を消す、それが若の次の一手。本当に間違いねえのか。よく考えろと言ったはずだ。この状況すべて踏まえて、俺がやはり間違いだったといや、お前は見過ごすのか。俺はお前がそんな男じゃねえと思ってるがな。分かった。で、あんたもうちょい手伝ってくれんのか。あんたがいりゃめちゃ心強いんだけど。それはできねえ。え？春日、俺に許されてんのはここまでだ。これ以上俺が手を出すのは契約違反だと釘を刺されている。釘を刺されてる？誰から？フィクサーの残党たちさ。フィクサー？それって誰だよ。すべて教えてやったらどうだ。春日、人間ってのはみんな大事なもんを背負って生きてる。わかるよな。はあ。俺はてめえの大事なもんと引き換えに無であることを受け入れた人間だ。つまり俺は本来この世にいねえはずの人間なんだ。だから俺が手出しをすることも、俺の素性を明かすことも、やっちまったら無とは言えなくなる。どういうことだよ。お前、俺と拳を交えて何を感じた？そりゃ、マジで強えって本物だと思ったよ。ありがとうよ。俺もお前という人間がよく分かった。今はまだまだだが、いずれは本物になれる男だと思ったぜ。あの喧嘩は勝ち負けを決めるためにやったんじゃねえ。互いに信じられるかどうか、それを伝え合うためのもんだ。俺を信じろ。そしてお前が信じた仲間をずっと信じて前に進め。それがお前が本物になるための道だ。じゃあな、頼んだぜ。ソンヒ、なんかあの人のこと知ってる風だったよね。フィクサーの残党がどうのとかって。あの男が言ってた通りさ。死んだはずの生きているわけがない人間だよ。だから私たちも何も見ていない。このことを誰に言う必要もない。それでいいじゃないか。それでいいと思う。物分かりいいね。らしくないって気もするけど。そうか。でもあの男が言ってたことを守って信じることで前に行ける気がすんだよ。さすがだね、あの男。総帥、例の場所に動きが。は？今現在の映像です。ミラーフェイスのいるビルにタクシーが。こいつって石尾田だ。沢城の頭はこいつがおやつさんを殺したって。こりゃ確定だろう。青木亮がこいつらを動かしてまた誰かを殺そうとしてる。その標的はやっぱり沢城の可能性が高いぜ。もし警察署に潜り込む気ならやるのは夜だろう。昼間はさすがに人目につく。つまり奴らが動くのは今夜ってこと？沢城の口を塞ぐのは早ければ早いほどいい。私が青木亮ならそうするね。くそ。でも若たちにはもう何もやらせやしねえ。絶対にやらせやしねえ。ソンヒはこのままモニターで見張っててくれ。俺らはこれから石尾田のとこに行く。異人町から反撃開始といこうや。いらっしゃいませ。ありがとうございました。